んかもうちょっとマシなねやり方ないのかって感じなんですけどまあ相変わらずねあのおっとあのなんだ画面録画だとちょっと縦になっちゃうのでね画面がだから、えー、こうやってやってるわけなんですけどまあはいわかりました OK ですでですね今回こちら、えー、気になったね記事をまあ紹介するわけなんですけどこれ今日のやつで。 JR 東日本ニュースえ新型採石輸送機動車および事業用車電車と投入についてということでですねまあ皆さん、まあ、知っている方多いと思うんですけど JR 東日本は2024年までにですね電気機関車を全廃するっていうあのこと言っててまあ絶対無理だろうとか思ってたの、ね、でなんか現実的になってきておおっと思ってるんですけどまあそんなわけでですねえ、まあ これが確か一昨日ぐらい出てきたんですけど、こちら GVE197 型、197系電気移動車ということで、まあ何なのかというとですね、<laughs> まあ皆さん、あの、補機ってわかりますかねまあ補っていうのは、まああれだな、あの、まあバラスト輸送ってやつで、まあバラストというのは、あの、まあ電車はね、あのレールの下はあの石、砂利みたいなの引いてあるんですけど、まあいわゆるあの砂利が、 あのを輸送すするためのやつでございます、まあ、例えば、まあ、この辺だと小野上ってところの石とかを使ってたりとかあとは常磐線その先水軍線の方にいがねとかなんかそういう名前の駅があるんですけどそこで砂利積んだりとかしてそれを関東に持ってきてそ,のかそれを。 その巻いて、JR 東日本、特に首都圏の砂利、えー、は、ま、そういうところから、ま、持ってきて引いてるわけなんですけど、ま、それを、ね、輸送する車両が、ま、変わるということで、ま、GV といえば、あのま、今、えー、新潟の方とか、あとは秋田の方でも最近やってますね、えー、GV400 型っていうのがありますけど、まあれの。 事業用自動車バージョン、まあ、人は乗らない、まあ、一般のお客さんは乗らないバージョンとしてこの GVE197 型というものが今後デビューするとで6両編成を6両編成六、まあ、両編成の車両を1本どう投入するって書いてあるんですよ、まあ、1本で足りるんですかって話でまあまあまあそれは置いときましょうだからねこれはどうなんだろうな、まあ、とりあえず2021年には1本ってことなんですかね まあ、ちょっとね、見づらいかな。よいしょ。まあ、こんな感じで、この機関車 GV があって、これを、まあ、1、2両、まあ、最大6両ですかね、6両、えー、引くことができるんですかね。で、これまあ、なんか多分内部資料みたいなのがこの前流出したんですけど、あの、この補機も特殊らしくて、GV なんか発電ブレーキがなんかついてるんですよねこの補給だからあの今宇都宮配給とか言ってね保機800とかなんかその辺使ってますけどあのあいうのじゃなくてこれもねちゃんと GV 用に作られた保キらしいですはいだから多分専用の補機じゃないとダメなはず発電できなければねなんかずっとディーゼルカーみたいになっちゃうからでこれ多分初出だと思うんですけど E493 系硬直両電車ということで まあ電車なんですよ、まあ、車両の入れ替え作業や回送列車の兼遊2行編成を1編成で1本導入しますということでまあ何十個でやったらあじゃないですけどえまあ何十個でっていうのはまあ簡単に言うと えー、量産先行車として、まあ、先行なんでこの後ともまあ作るんでしょうけど、えー、車両の入れ替え作業や回送列車を牽引ということで、えーまあ、まあ入れ替えというのは何でしょうかね、まあ、まあ今雲屋がやってるようなことをやるんですかねあとは、えーまあ、回送列車を牽引というのはいわゆるニーズのねあの方から今 EF64 が引っ張ってくるとかあとはまあ廃車回送なんて言ってね長野とか郡山とか行くやつありますけどあれを 全部これでやろうううとという気だと思うんですよ、ね、でまあ,あのどっちらも共通していることはこれで、ね、見た目が今201系に似てるってねよく言われてるんですよ似てますよねなんかまあ多分あの上の頭のとこのライトが <laughs> 201系なんだろうけどで E197、えー、系493系とも2021年春以降に投入ということでまあもう出てくるということでございます GV197 に関しては多分明日かあ ってぐらいにはは確か輸送が開始されるはずです高崎に入ると。まあ、今高崎エリアね、木810でみなかみ駅とか、あと吹上駅、深谷駅、あの辺まで木810走らせて乗務員訓練みたいなのやってたりとか、あとはあ今、八高線で GV の試運転やってて、今はあの、なんだ、なんか無線ランなんとかみたいな、なんかは、4G 回路なんとかみたいな。 試験やってるんですけど昔はなんか GDV を導入するためのあのか今は名目変わって8高線でやってますけど E493 系は、えー、首都圏エリアでの先行投入ということであのまあいろいろ廃車回送とかね今後やるみたいです。 やる,やると思います、はいにまあ先行導入って言っても最初からあの引っ張るわけじゃなくて最初はあの乗務員訓練とかねやんないといけないんで、まあ、足慣らしというかそういうのばっかりやるんじゃないかなと思います、えー、GV4197 に関しては機動、えー、車方式を採用することによって電化非電化区間問わず走行が可能になりますと編成両端に運転台を有するために機関車の入れ替え作業は不要ということででもねこれね 入れ替え作業は不要っていうけど、蘇生するのもめんどくさいんじゃないかなと思いますけどね。どうなんだろう。だってスーパーディルカーみたいな状況ってことでしょなんか結構、うん、なんかめんどくさそうな気もしないでもないけど、まあそこはね、まあ考えてるか、機動車方式を採用することによって、機関車各し特有のメンテナンス方法や運転操縦を廃止、効率的な、あのいなんて JR が機関車を全廃ってか、廃車したいかっていうと、いわゆる跡継ぎがいないというか、 そういわゆる機関車を運転すするるる人が少なくなくってるんですよい、まあ、いわゆる後継者不足と言いましょうかだからあの例えば GV にしてしまえば、まあ、ぶっちゃけ例えば八甲線とかを運転してるね運転士に「あ今日 GV やってくれない?」みたいなねノリで、まあ、できるわけですよ。まあ、その人がそこの,の GV を担当する選考で運転したことある方もいると思うんですけどあの、まあ、そういうノリでできるわけでしてだって ね、例えば高崎線をね普段運転してる運転士に「あ今日はあの長岡の方から EF64 系の配給列車がこれちょっと高崎から大宮まで置くか運転してくんないな」って言うと無理ですよねそんな扱いが全然違うからでもこれが E493 系ねこっちの下の E493 系になれば、まあ、少なくとも運転方法は同じだからあのなんだ、まあ、運転を多分できると思うんですよ ちょ,っとしちょっと指導すればだからねそういうあの新人育成というか後継者不足を解消するためにっていうなんか第一の目標があるとあとはまあ当然この2番目ですよこうメンテナンスや運転操縦まあこの運転操縦もさっき言いましたけどこメンテナンス的にも、まあ、いわゆる今はねあの合理化の時代なんで合理化っていう面でここがねかなり重要なポイントになってくるらしいです。 で多分ここれれでで終わりななんだよなあ、あったあったた比較ですね、まあ、今バランスト輸送っていうのはこんな感じになってまして、えー、まあこれはあの写真はデイトー型ですけど最高速度75キロで1953年からやってるとで、こちらにはさっき言った「砲機800」って書いてありますけど、えー、まあこんな感じでね走ってますよと、まあ、これは必要に応じた量数だからまあいわゆる宇都宮配球みたいに2両で走る時もあれば なんかこの前のチシコーディンみたいに6両ぐらい走ることもあるしっていう感じですかねで GV は6両編成ってことでこれは強制的に6両なんですかね間がね1234あだから間4両で2両だからこれ全然輸送できないじゃんこれなんかだ大丈夫なんですかね、まあ、輸送量についてはあれですけど なんか柔軟な蘇生がなんか組めないような気がしますね。で、こちらの下 E493 系に関してこれね、なんか懐かしいですよね。EF61000 までこれ,、e、1, これ多分中央線の0番台の233引っ張ってると思うんですけど、いつのやつやった話なんですけどね、少なくとも10年以上前の話だと思いますけど、まあ、64の1000番台、えー、まあ長岡にいますね。e f 6十四1030、3一3十二0 3 あたりと比較しているわけですけど、えーまあ、最高速度についてはまあ変わらないと。でまあこれ違いはねやっぱりこっちは2両医療1組になっているということで、えー、なっているみたいですね。まあブルーサンダーみたいなもんですよ。はい。まあ、硬直流。でまあどっちにもパンダグラフはあるからまあどっちも当然だからもう。 モハってことですよね。うん。すごらしいです。はい。うん、まあ、二十一メートルかける二点八。二秒で二十一メートルなわけないよね。そんなわけないよね。だから、単純に、四六十四、十、二つつなげた。ぐらいの、まあ、長さになるわけですよね。うん。 になりましたういです、まあこの GV もそうですけど、まあ、今後、まあ、JR 東日本がね、まあ、変わりまして JR 東海並みに多分つまんなくなるとは思うんですけど、まあ、2024年までは逆に EF65 とか64とかがねえまあ走るわけですから、まあ、かなり貴重なね、えー、釜もいますから。 まあそれをね記録をぜひ、まあ、おすすめしたいと思います。まあ、個人的な疑問は高崎の EL をどうするかって話なんですけどあのか上はね別に SL が壊れてなければ SL をあの往復させればいいだけなんですけど横川はあの停車台がないのでそうなるとあの後ろにねあの何かしら電気管しか、まあ、ディーゼルつなげないといけないんですけど。 これね、高崎所属だからって GV をね、くっつけたりした。面白いですよね。うん。GV を、GV プラス旧型客車なんでね、なんか面白い組み合わせだなと思いますけど、それ多分3日で開けると思いますね。はい。あでもね、これにね、鬼滅のヘッドマークとかつけたらなんかすごいかっこいい。<laughs> どうでもいいけど。はい。まあ、そういうこと。<laughs> 起きるみたいですまあ、とりあえず2021年春からですね、えー、ここに書いたらとお2021年春以降ということで GV197 についてはもう間もなく高崎に入りますけど、えー、そろそろね、えー、お見舞お披露目されると思いますので、えー、まあ、皆さんも要チェックしてみてください。はい でもね、これね、まあ、今ねちゃんとちゃんと今読んだんですけどちゃんと今読んであ GV197 って6両編成のうち4両しか引っ張れなくてしかも蘇生も変更できでき,できるんではあろうけどでも多分プッシュプルーにはするってことでしょうねだから例えば 間を例えば2両とかに減らすことはできても多分どっちもつ,つけるんだろうなうんなんかめんどくさそうですけどねでも運転台はどっちもついてるから今のまあねこっちのデイトみたいな使い方もまあできなくはないと思うけどでもそうなるとそういう使い方をしてしまうと結局 ここのの入れ替え作業がが不要っってていううメリットななくなってしまうんで,すよ、ね、でもそうなると単純に今の機関車の数の2倍必要になるんですよね。だって2つ <laughs> ないとダメじゃんそのメリットを達成するためには。ってことになるから相当金かけるんですね。といっても運転し1人要請する。 よりかは運転手何,何人もね何十人も要請するよりかはこれをバン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 増やした方が将来的にまあいいっていう結果なのでしょうかね。はいというお話でした。まあ、長くなってしまいましたけどですね、まあ、こんなちょっとあまり他の人が取り上げなさそうなコアなネタをやってみました。ではねご視聴ありがとうございました。